そろそろ砂隠れだな。油断すんじゃねえぞ。相手は人中力なんだから。オイラの術は全て芸術だ。ちゃんと準備はしてき、それにリーダーからもらったこれも師匠グーニンつったっけか。どれほど使えるか楽しみだぜ。さてと、それじゃあそろそろ始め。まあサソリの旦那は見てればいい。今回はあんまり待たせんなよ。一尾主角の人中力、砂漠のガーラか。よし、ここまではうまく近づけたな。あ、その頃も。うん？砂の瓢箪に額の文字。お前が風かけだな。しかし、よくもオイラの存在に気づいた。砂漠に踏み込む者は、すべて俺の手の内にある。へっ、隠密にことを済ませようと思っていたが、けど、てめえを探す手間が省けたぜ。それじゃあ、早速仕事に取り掛かるか。この里で、お前の好き勝手ができ、へへ、驚嘆するがいいぜ。オイラの最高。暁、俺の前に立つのなら消すだけだ。さて、一尾の人中力がどれほどか、まずは様子見と行くか。任務開始。オイラのアートだ。ありがたく吹っ飛びな。打つなよ。きつたべ。これ以上好きにはさせない。彼らも風かけ様、ここは任せる。俺は暁を追う。爆発する粘土細工か。オイラのアートを粘土細工だと、てめえ。やるね。粘土。それじゃあ、あの人にどう動くつもりだ。無駄だね。狙いは。貴様。彼らを助けなければ。以上は好きにさせんぞ。助かりました、風影様。これ以上好きにはさせない。聖人、感謝いたします。すなよ。ダメ！終わりだ！いいざまだ。もっと抗ってみせろよ。うん。
ありがとうございます。へえ、な、それじゃああれを使ってみるから。うん。どうなっている？こいつらいつの間に。風影様、今入った情報ではそいつらは忍術の類のようです。忍術？道理で正気を感じないわけだな。風影様、ご分を。終わりだ。あれだけの敵をたった一人で、恐ろしいまでの強さだ。無駄だ。なんだあれは。連中、おうおう、案外役に立つじゃねえ。まあ、芸術と呼ぶには。風影様、新たな暁の忍びどもですが、いや、その証拠に地面に描かれた文様から無限。なるほどな。ならばその発生源を潰す。これ以上は好きにさせんぞ。お前の砂遊びじゃオイラの芸術は倒せねえぜ。うん、食べ砂よ、食べ。終わりだ。風影様、お前たちは手を出すな。奴は俺が倒す。よう、少しは芸術ってのを理解できたか。ん？お前たちはやりすぎた。もはや容赦はしない。無駄だ。そいつはオイラのセリフだ。ドカンと行くで。ドカンと行くで。意外に砂を扱えるんだったな。さすがに血のりがあるか。厄介だな。お前はここで終わりだ。これぐらいのハンデがねえとつまんねえんだよ。血のんなよ、こら。こいつ、タイプの違う爆発物を使い分けるのか。オイラのアートは完璧だ。そうだ。お前たち暁の狙いは何だ。決まってんだろ。俺たちの狙いはお前だよ、風影。よっ、オイラが負けるだと、ありえねえ。任務達成。終わったか。手ごわいやつだった。その油断が命取りだ。なんか遅いぜ。殺さないようにってのが割と難儀だったけど、これでノルマクリアだ。さて、さっさと旦那と合流しねえとな。
カカシ班、揃いました。うん。一体どうしたんです？悪い知らせだ。え？ガーラ？柱を失った砂隠れは大きく動揺している。すぐに取り戻さない。それでは我々第7班は、ああ、これより第7班は直ちに砂隠れの里へ行き、その後砂隠れの命に従い彼らをバックアップし、押す。事態を一刻を争う。はい。Oh!